日本の経営者。経営コンサルタント。株式会社、ニューポート代表取締役。経営者育成道場大仏塾塾長。元松下電気産業顧問コンサルタント。早稲田大学理工学部経営システム工学科卒業。松下整形塾卒塾。中小企業診断士。環境プランナー ER として、環境プランニング学会に加盟。 1962年12月28日、名古屋市西区に生まれる。地元名古屋でも、有数の生家業を営む、父親のもとに生まれるが、小学校1年生の時に会社が倒産。再建者から追い立てられ、貧困から這い上がろうとする家族の中で育ち、経営の本質を追求することが、生涯の目的となった。早稲田大学では経営システム工学という、 情報理論をもとにした理科系の経営学を専攻。特に西洋の近代合理主義、要素還元主義とは相反する東洋の全体主義をベースに置いてシステムズアプローチを研究する。大学卒業後は経営の神様、松下幸之助の時期で死になるべく、松下整形塾の門を叩く。経営の本質を追求するならば、 立て直しをせよとの松下幸之助沖菜の教えを貫き、以後、改革のプロフェッショナルとして活動。1988年パナソニックとコモンコンサルタントとして契約。以後、1988年国際パソコン通信、ガンデムのプロジェクトでは自ら世界中を飛び回り、世界30カ国の国籍の異なる200名を超えるメンバーをリーダーとして指揮した。 また1989年より始まる改革支援、チーム、ゴーストバスターズの活動では彼独自の改革手法を開発、確立させ、10年間パナソニックグループ内外の改革の指導に当たった。これらの活動はマスコミにも多数取り上げられている。1999年からは、松下電機を離れ、フリーとなり、NTT、富士通他の有名大企業から、 中小企業まで25年間で数多くの改革の支援に当たる。郵政民営化の時には当時の郵政事業長の松井博市長官から直々に改革を指導してほしいと呼び出され経営幹部50名の前で講義を行ったという逸話もある。単なる理論だけでなく現場での数多くの改革の経験に基づく実践を踏まえた 対話型の独自の経営者教育は大変ユニークであり、経営者、受講生からの評価も高い。2021年、改革できる経営者、組織に創造と改革という革新を起こせる、チェンジリーダーの育成を目的に経営者、育成道場大仏塾を創設、塾長に就任。e-learning とズーム会議により、オールリモートの完全コロナ対応プログラム。 少人数制営主義で対話重視。全国から熟成を厳選して募集。自習自得の同情方式で、チェンジリーダーに必要な単力と実践力を、スパルタ式で鍛え上げる。この年、父親の経営する会社が倒産。再建者に追われ、貧乏にあえぐ家族の中で、経営の本質を極めることが、生涯の目的となる。ありがとうございます。